こんにちは。何やら新しいエリアなんだよね。文字は読めないけど入っちゃおうかな。鍵がなくなった。なるほど。4-11。30。こいつは30か。そこのトゲ、この靴だと大丈夫があるのかな？ダメだ。うん。開けては見たものの、透明な床とかないんかな。いやー、ちょっと何か謎を解かないとって感じだよな、ここは。翻訳を持ってこいと、メモをしました。地下は基本的に翻訳機を持って歩いているというのが一番やりやすいのかもしれない。お、これは置きっぱなしになるやつ。ああ、いいじゃん。何あれ。どこですか。地下なんだよね。ああ奪われた。野菜かこれ。でも持てないしな。2-8-16。ここには俺がある。必要なのは持ち上げかな。
レッドハーブを食べるとあれ？より高く飛ぶ。レッドハーブと使い道二通りあんの？普段の上に乗っかると高く飛べる。ブルーハーブ？ブルーハーブはより高く飛べる。赤い。ハーブの使い道、そう、少しずつ出てきたね。まだ使う特定の場所は分からないけど、高すぎて届かない場所に爆弾を投げるキャラがいた場合、この爆弾でこれってひたすら集められてる状態なのかな。あの、だから下から来た時にあの爆弾を使ってハーブを持っていてもここをジャンプできるんだよねっていう、そういうことか。ハーブ持ちの状態でここに来るというニーズが出てくるはずなんだ。なるほど。ちょっと待って、今これ、じゃあ、あれ？でもこれダッシュ持ってここに来てる状態って一回来たよな。うん。ここに乗れればな。そこ入れるのにね。できたかもしれん。なんだ？なんでできるんだこれ。嘘でしょ。よくわからない。最悪。よくわからない。っていうか、あんだけやって成功率低すぎる、そんなアクションを求めさせないでくれよ。なんか根本的に間違ってるんだろうけど、大体俺が感覚でやってること間違ってなくて、何かこう、ジャストタイミングを連発させないといけないのか知らんけど。え？ゲ
ームスピード下げるってなかったっけ今回。ダッシュコントロールプレストゥダッシュ。信じられない。ここの悪意が凄まじい。いやー、さらに上だ。駆け抜けないといけないな、ここは。まあ、駆け抜けるのはいいよ。登り方のコツがわからん。できそうな場所でできるまでやるが正解なんだけど、今のところ俺の。ジャンプ、ダッシュ、ジャンプ、壁にぶつかったら、ジャンプ、逆方向入力、以降繰り返しみたいな感じなんだよね。すごいそれはわかりやすいでしょ。わかりやすいんだけど、なんか成功するしタイミングマジでわかんないんですよ。同じことをずっと やり続けてる。まあその 3D のビューで、あの、向こうの壁にぶつかる瞬間っていうのがわからないっていうのはあるけど、それはあるけど、それを引いたとしてもシビアすぎる、このインプットな。これが下が穴でとかだったらちょっとゲームやめちゃうレベルですごいストレスになるな。救済処置ないんかなこれ。めちゃくちゃなんだけども。よし。なるほど。こっから他に行ける場所がない。戻っちゃうもんね、これ。下に降りる。せっかく来た時、探索する場所はほぼなく、2つ見つけただけか。なんか、ミニマップ欲しいっすよね。全体マップじゃなくて、このエリア、この空間ゼロと同じです。このダンジョンのマップが欲しい。いや、普通に探索をしたいのに、ゲームの仕組み的になんかそれをやらせないという感じだからな。なんて言えばいいんですよ。この見づらい視点の、なんかクォータービューじゃん、なんつうんだっけ、この、アイソメトリックビューだっけ。この立体感のわからないやつもそうだし、この角度やってるから矢印キーの上下左右じゃないんでね、常に斜めの入力を求められてるのもアクション的に難しいし、その状態でなんか
成功する秘訣が全くつかめない壁蹴りということを要求してくるし、マップがなマップのマッピング機能が貧弱すぎて、本当に探索させたいのに、もう本当に何でうまくやれなかったんだろうっていう感じの感想なんだよな、これ。あいつに邪魔されないようにここで壁蹴りを実行するんだろうか。ゾウがねビョンビョン跳ねるのもちょっと嫌だよね。じゃあこいつさ、なんでこのさ感性でもないんだよ。バウンスが持続するので、そのタイミングでジャンプ入らないっていうすごい嫌なアクションをするのよ。嫌だわ。登りなさい。だから総じて結論としてこれ、探索アクションとしてアクションがきついし探索もきついっていう、なんでそこをこう改善できなかったのかがわからないっていう感想なんですよ今。ただストレスなんよな。あーやばい、はまった。どこに繋がってんの？ここの、あの影の部分から出てきてるから、じゃあこっちか。8の3のマイナス15。金を多分要求される。ここに来るには多分ダッシュが前提なんだろうなというエリア。爆弾があったから、爆弾で飛び跳ねろって意味だとハーブ持ってくるエリアなのかもしれない。この辺分からん。これ奥義あるよね。あーそんなところに。じゃあ向こうか。から来ないとダメ。これはそうだね。今行けるところはこれで終わっちゃったな。なんか向こう側からアクセスできる。だからここの城をもっと、爆弾でもこの下行っても意味ないんだよね。ここは降りるしかないけど。なんでや。ほらな。バウンスをするなよ。何にぶつかってんのマジでさっきから。
鍵ある。足場の座標がわからん。ここインビジブル前提か。そうじゃなかった、アンチを見つけるだ。出口まで連れて行け。ここに出口はないぜ。出口への道ダブルロックされてて通れないんだよな。おい、よ、どこ行きたいんだろう。上行ってあの人、いやダブルロック幽霊だから向こう側行って開けてくんないかな。関係ないか。変なとこ来ちゃった。出口ってどこだ。これじゃないのか。デスのところに連れて行くとか。ちょっと話をちゃんと聞かなかったのはマジでここでやられたな。話聞くべきだった。この子の名前はミミですっていうのだけで覚えてる。信じられん。いやー、行き先ないけどね、確かに。何のための足場なのこれ。弟子様のところに連れて行ってあげるか。まあでも探索してる最中だから探索には付き合ってもらおう。金いらんよな。いくつか集めてるし多分まだいらない。あー、うーん、金のオーブね。なんでこれとあれがな。なんでこれとあれの座標ずれてんだよ。帰っていけそうな感じはするけどね。ん？ここでいいんだ。いつかまた会おうみたいな。なんかやってくれるだろう。まあ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 。そうだな、どっかにあったダッシュジャンプを覚えないといけないエリア。あの頃は俺メモしてなかったんだよね。でもこの辺のはず。ダッシュジャンプで上にあるアイテムを取るエリアは今だったらこれか。あのさ、ダッシュが早すぎるんだよねこれ。
わからん。コツはつかめん。コツはつかめません、これ。本当に。よし。まあでも、ね、心残りなものはなくなったか。え？鍵ないけど、開いてる。あー、前回この辺来たのか。うん。右上のショートカットを開通に行きたかったけどな。ちょっと場所が分からなくて。このエリアって、俺これの使い方が分かんないから。駅を地下をぐるぐる回って終わってしまった。たんだけど、ここは初めて来てるね。靴しか持ってねえ。何のアイテムがあったらこれ有効になるんだろうっていうのは考えてて、浮かせるやつかな。浮かせるやつかもしんないね。浮かせるやつ使うとふわーっと浮くことで行けなかったエリアに下から侵入みたいな感じかもしれない。まあ、パート何なんだろう。パート何かわからないけど、あのマップがね、頭に入ってなくてね。ああ、これ登れなくてもう終わりなのか。これ以上登れないか。デス様なんか教えてくんないかね。ここにいないか。二つのアイテムを一度に、こいつか。だからここにソウルを持ってこないといけないから、少なくとも20ジェムは集めないといけない。Lens will be necessary to traveling in the area. Taking a magic ring or a wand would also be wise. なんだろう、とりあえず必要なのは虫眼鏡の小さくなるやつ。小さくな、でも こいつヒント教えてくれてるんだよな。ただそのマップが地形に、はい、頭のマップの地形が俺の頭に入っていないので、どこどこに行けという名刺を出されてもわからないんだよな。救助したことになってるじゃん。じゃあ8匹いるのかな。うちに8匹いて、それをなんとかするには、しかもジェムを払わないといけない。うん。この赤色は何？
赤色はあれでしょ、鳥で一旦セーブしたポイントじゃない。だから鳥笛があれば、あれ、やっていいのこれ、できるようになった。あの子一人捕まえたからかな。おう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 おお、ちょっとおうおうおお、来たな。おい、始まった。ここからだ。ノーコストで拾えるあの子を見つけるのがまず大事だったんだ。どうしような、辞書持って歩くってありなんだよな。辞書と、あー、夢が広がる。浮かべるアイテムであれが動くかどうかも確かめてみたいし、水はいらない。何が必要だろうな、辞書な。探索オンリーだからな、辞書を使うってなったら。探索オンリーで、探索しやすさで言うとジャンプ力ですかね。ジャンプ力なんですかね、それは。本当にジャンプ力上がってる？1マスぐらい上がる。ジャンプ力か、アイテムを持ち上げる能力か、どっちかが、もしくは、ハーブ。いやー、一旦でもこれかな。一旦この装備で、各地の翻訳をとりあえず、俺のメモに転記して、なんだかこう、何が書いてるか、何を言いたいのかを理解するあたりが重要な気がしてきたな。マップを覚えよう、読めないものを読もうあたりを次回の目的としようと思います。いや、やることが出てくると楽しくなる。でも地図の件とアクションの件は許してないよ。